こんにちは。稼げる人と稼げない人のちょっと差のね一例をお話ししようかと思います、まあ。ちなみにですね、吉谷さんあのマイク買う時って結構3万ぐらいして気合入れて買ったと思うんですよ。私も今この撮影してるカメラね10万ぐらいしたんで気合入れて買ったんですよ。でも今別にあの頃の気持ちないですよね。なんかいつも通りあるわみたいな。くれって人がいたらあ,あげようかみたいな感覚にまああげないですけどね、なってきてるのかなと。要するに 使使えば使うほど価値ってて落ちていくんでですすよよねねそれは当然ですよ、ね、買ったその日って3万円とか10万円がこれに変わったわけですからでも毎日使ってるとさすがに100日使うと100等分とかね1000日使うと1000等分ぐらいになってどんどん価値が薄まっていくなっていう感じはしますよねまあでも今で思えばただ同然に思えるようなカメラやマイクでしっかりと売り上げを作ってるってことを考えたら安かったですねうん安かった本当にね私もカメラ使ってる時って改めて 使い始めた時って、画像が切れすぎて自分っぽくないなとかね、アップロードに時間かかるなとかいろいろありましたけども、今思えばこれが普通になってきましてね、もっといいカメラないかなってちょっと思うところですよ、うん。はい、それでね、うまくいく人とうまくいかない人の差なんですけども、こういうエピソードがあるんですよ。ある方がね、ビジネスをスタートするときに、いろいろやったそうなんですよ。その一つにポスティングをやったって言ってるんですよ。で、ポスティングをやったときに、いや、3000万ほど配ったんだけどね、問い合わせは一件止まなかったんだ。 すすごいね強調されてたんですよ1件もなかったんだ3000枚配って1件もないからね問い合わせすらもうああこれポスティングはダメだと思ったんですわって言うんですよなるほどなと思いながら私がね自分がマージャン店をスタートするときにやったエピソードをお話ししたんですよこれはね1週間にポスティングだったら4万枚配ってるんですよ1週間で4万枚ですよで都市部だから配りやすいだろうと思うとそうじゃなくてマンションって立ち入りがポスティングのためにはこう禁止なんですよね、まあ、ですんで 集合住宅とかマンンショででああれればあるほど配れないんですよだから一戸建てとか古いアパートとかになっちゃうんですよね。その上で私あのマージャン店の集客なんで基本的に一戸建てに入れても無駄だと思ってるんですよ。独身の男性にしか多分効果がないと思ったんであの行って 2DK までのポスティングに限定したんですよ。ワンルームか 2DK の賃貸です。一戸建てには配ってもダメだと思ったんで。そういうふうに自分で限定して限定して限定して4万個に1週間で配ってるわけなんですよね。これ4人でやりましたって。 でですので1人当たり1万枚の配布ってことになるんですけどもそれで集まったのが95人なんですよ4万枚で95人都市部でもそうなんですよじゃあそうじゃないところいろんな環境あると思いますけどもその方が3,000枚配ったって言ってねはっきり言ってやってないのと同じぐらいのレベルなんですよ私がやったら10分の1もいけてないわけですからじゃあそれでやったんだけど駄目だったってなるのかじゃあ3,000枚でダメだったっていうことはもっといかないゃいけんのかなっていうふうに考えるからなんですよね で私は4万枚でも少ないかなと思ったんで4万枚配った後に追い打ちでさらに同じところに4万枚って考えたんですけどもとてもそこまでは時間的な余裕がなかったんであとは営業スタートしてからかぶせかぶせかぶせていったわけなんですよね。でそう考えていくとねうまくいかない人って絶対的な量が足りないのと。 その量でいいだろううっていい思考の質がまだだ低いんですよだから質も量もないんでうまくいかないよねってことなんですよねでも少なくとも行動がついていかなくても私が今ね4万円前配ってこうですよっていうふうな体験を話したらあなるほど数が足りないからできなかったんだなっていうようなあの思考の質は変わっていくわけなんですよあと行動がついていくかどうかですけどねだからその繰り返しなんじゃないかなと思うんですよ億万長者学生に参加したら稼げる可能性は高まるなぜなら稼いでる人と時間を共にするからですよ 稼げててももないいい人の話をいくら聞いてもダメですよさっきちょっとあったんですけども、YouTuber がなんでね、人気 YouTuber がなんで辞めていくのかって記事がヤフーのに上がっていたんですよ。人気 YouTuber がね、こういう理由で辞めていくんだ、ああいう理由で辞めていくんだみたいなのを書かれてましたけども、記事書いた人は YouTuber じゃないんですよ。つまりは自分の体験とかに基づいて喋ってないんですよね。分かってないわけなんですよ。うん、だからね、だから YouTube でなんだかんだって言ってる人でも、自分でやってない分にはね、 なかなかその説得力がないなぁと思っちゃうわけなんですけどね、うん、まあ、だからねその量も質問悪いわけなんですよ本当にだからそれをなんか人間味とかを加味するとなかなか言えないんですよねまだ量が足りないですよとか頑張ったですねって言っちゃうんですよ思っちゃうしねでいやその頑張りじゃ足んないですよって言ってプイッとね背中を向けていく人とか、うん、頑張ってるんだからそんなこと言わなくてもいいじゃないかっていう風にねおかしな理論に <laughs> すり替えていく人とかダメでしょうね、うん で言うことは立派なんですよやっぱりマイ・バッハ欲しいとかねいやマイ・バッハ欲しいんだったらマイ・バッハってのはね、まあ、せいぜい今中古でもね1,000万回で手に入るんで,でむちゃくちゃな金額じゃないですよ普通のサラリーマンでもローン組んで手に入れられるようなレベルのそんな遠い話のことじゃないのになぜかねそのマイ・バッハを手に入れることすら諦めてしまってじゃあどんな喜び楽しみがその人にあるのかなと思っちゃうんですよだから全ての行動がマイ・バッハにつながってると思ったら楽しみながらできると思うんですけどもそうでもないのかなと思っちゃうんですよね うん、まあ私なんてね吉谷さんと同じような感覚だと思いますけども例えば新しいマイクとかカメラが欲しいと思ってそれがね3万とか10万するじゃないですかそしたら3万10万をどう稼ごうかなってすぐ考えちゃいますよね <laughs> で手に入れた後ともそれで少しでも稼ごうと思って紹介動画とか開封動画とかやっちゃうとかねしまいには晩飯買いに行ったりとかパンを食べてるところも金にしようと思ってもうすぐに YouTube アップロードですよまあそのぐらい全ての機会を自分のお収入に変えていくって思考がなければ1億円は遠く遠のいていくんじゃないかなと思いますよね いや1億円どころか多分100万円とか10万円も稼げてないっていうところじゃないですかで実際に10万円 YouTube でまず稼いだらいけるなと思いますよやっぱり10万程度でもね、うん、10万の稼ぎ方ってコンテンツができるわけですからそれは価値提供できるんでねだから量も質も悪いから稼げないんだろうなと思うことが多いですねいってらっしゃい